映画、キック、アス、ネタバレ感想ダメヒーローの成長タンヒットガールの華麗なアクションが炸裂どこにでもいる平凡な男子高校生といえば聞こえはいいけれど何の取り柄もないダサ生青年デイブ彼はかっこいいスーパーヒーローに憧れていましたそこでキックアスとしてダサいヒーロースーツに身を包み活動することにしますしかし能力もなく平均以下の身体能力のデイブどうなるキックアスそれでは キックアスをネタバレありでレビューしますネタバレ映画キックアスあらすじ」ダメ高校生がヒーローになれるデイブアーロンジョンソンは学校でもカーストが低く何をやってもダメな高校生ですしかし彼にはスーパーヒーローになるという夢がありましたある日彼は緑に黄色いラインの入った全身タイツを身につけパトロールを開始けれど 現実はは簡単にはいきません悪者をやっつけようとしてもふかで追うだけしかしそのふかでの傷を治すためにいった手術のおかげで金属が入った体になり他の人よりも耐久性が増しましたそしてヒーローキックアスとして活動を始めますパトロール中たまたま男性をリンチしている現場に居合わせるデイブ改めキックアス男性を助けるべく奮闘しますなんとか耐久戦に持ち込み勝つキックアスですが 取り巻いていた観客たちによってその様子が SNS に上げられ、キック・アスは一躍有名人となりました。その後、気になる同級生の依頼を調子よく引き受けて奮闘するキック・アスですが、すぐボコボコにされ、窮地に陥ります。すると、そこにヒットがある、クロエ、グレース、モレッツと呼ばれるヒロインが登場、キック・アスとは異なり、素晴らしい殺人術でその場の全員を殺してしまうヒットがある、助けられたキック・ アスはヒットガールとその父親ビッグダディニコラスケイジの凄さを見て自分の弱さを思い知り引退を決意しましたしかしマフィアマークストロングがそれを許さずキックアスを探し出して殺すと言い出してデイブは知らぬ間に狙われるようになってしまいます本物のヒーローになるしかないそこに新たなヒーローのレッドミストクリストファーミンツプラッセが登場します 彼はマフィアのの息子で、でデイブの同級生でもあります。レッドミストはキックアスを引きずり出し殺すためにマフィアが考案したヒーローでしたマフィアはキックアスが強いと勘違いしていますしかし本当のキックアスは貧弱、後に強いのは他のヒーローであると気づいたマフィアとレッドミストは仕込みを万全にしキックアスとビッグダディを捕まえましたこの時点でレッドミストはキックアスに友情を感じておりキック 明日は友達だと言ってかばおうとしますですがマフィアの仲間には聞き入れてもらえません見守るしかないレッドミストとマフィアのボスそして行われるビッグダディとキックアスの拷問もんしレッドで流された映像は実に残虐なものでしたしかしそこで一人助かっていたヒットガールが助けにやってきますしかし残念ながらビッグダディは助けられませんでしたヒットガール無双からの最高のヒーロー参上 ヒットガールは復讐と使命に燃えます父の言いつけ通りマフィアのボスを倒すと意気込みますがデイブは危ないと必死で止めましたしかしヒットガールはデイブの忠告を聞かずに武器を詰めてマフィアの元へそしてりを返せと言ってヒットガールはキックアスにある特殊武器を持たせましたそこからヒットガールの無双が始まりますしかし最後に出会ったボスは強く銃の弾も切らしたヒットガールは 追い込ままれれて殴りり倒されピンチに陥りますしかしどさくさに紛れてレッドミストとの戦いに勝利したキックアスがバズーカーを持って現れました二人は飛び道具でアメリカの街を眺めながらキロに着きますその後世界はヒーローにあふれかえる世界に変わりましたヒットガール改めミンディはデイブの学校に転校してきて平和な日常を送ることになりますしかしまだ生き残っているマフィアの息子レッドミストが意味深なことを言って 観客の方に向かって銃を向けます。ネタバレ映画キック明日。感想ダサいスーツがかっこいいスーツになっていく話。最初に見た時は、主人公のスーツがすごいダサいことが本当に気になりました。しかし、最後まで見ると、あのスーツもなんだかかっこよく見えてしまうんですね。ヒットガールもスーツは全体的にダサいですが、あれは正体がわからないための変装なんだなと納得させました。しかし、ビッグダディがバットマンの格好をしているのを見て、あ、 こいつらの趣味だと気づきます登場人物全員が若干痛いですがヒーローとはそんなものだと最後まで見たら思ってしまいましただって人を助けちゃうんだからどんな格好でも最高にクールなんですストーリーとしてもあざとださくアメコミを意識しているように見えます「キック・アス」は青年が勇気を持ち本物のヒーローになる話ですヒットガールムソのかっこよさたるや「キック・アス」の主人公は間違いなくデイヴですが。 活躍ボスとのストの近距離戦もそうですが通路でマフィアの部下を一人だけで一網打尽にするシーンが最高だと思いますヒットガールの銃撃戦とアクションは「キック・アス・」の見せ場になっていますバズーカマシンガン搭載サイマシーンなどのアメコミっぽい武器を出すことで観客の心をわ掴かみにしたかったのでしょう映画キック・アス・あらすじネタバレ感想まとめ以上ここまで「キック・アス・ のレビューでした何もかもいやしい気分になりたいそう思う人はぜひ見てみてください嫌なことを忘れること間違いなし笑ってドキドキハラハラして爽快感を得たいなら間違いなく「キック」アスをおすすめします。